どうも、ケムです。今日は日本シガメのおやきともんじゃではなく、ちょっとね、新しいカメさんをお迎えしちゃいました。その子がこちら、トン。じゃん、こちらクサガメの赤ちゃんですね、になります。ちょっとね、この子の首元見てもらえばわかると思うんですけども、ちょっと白っぽくて、ショップで見た時に、水かびようかなって思ったんですけども、どうやらね、これ脱皮っぽくて、まあまあ脱皮でよかったなって感じですね。ちょっとね、水かび病だったらちょっとね、直してあげたいなと思ってね、ちょっとお迎えしたんですけども、まあ違ったってことでね。これね、周りとかもちょっとね、よく見てもらえばわかると思うんですけども、あれ、何なんだ、これだ、この辺ちょっと白いのやつあるじゃないですか。これ皮みたいで、このことからまあ脱皮だってことはね、わかりました。水かび病だったらこういうのも多分ないと思うんでね、まあ病気じゃなくて本当に良かったです。はい、というわけでね、今日はね、この子をお迎えしたってことで、めっちゃ見たかった今はい、というわけでね、今日はね、この子をお迎えしたってことで、この子の飼育環境を作っていこうかな。はい、というわけでね、ちょっとね、一旦ね、水を伏せて、先にね、身体測定の方をしちゃいましょうかね。はい、というわけで、トリア、5g、ちっちゃ、うちのおやきさんの4分の1ですね。ちっちゃいなぁ。かわいいなぁ。4分の1しかないんだ。はい、というわけでね、ちょっとね、身体測定も終わったんだよね。ちょっとこの子のね、ちょっとまあ一時的な飼育環境を、ね、作っていきたいと思います。はい、というわけで、ちょっとね、この子の飼育環境を作ってみました。まあ、日本一カメのね、ちょっとね、スペースをちょっと間借りしてまして、っていうのもまあ結構ね、この子たちにとってもまあ広いんで、まあごめんねということでね、間借りしました。まあ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 、まあ、とりあえずまあ日本石神よりもまあ水性傾向が強いのかなってことでね、こういう飼育環境にしました。やっぱりこのもこのもですね、このも、うん、やっぱ潜りたいのか、ハマってるの大丈夫、うん、抜けたね、よかったよかった。下気になるか、潜りたいのか、怖いのか。息継ぎしてからの、おーと、まあ潜れないって分かれば、まあもうやらないでしょう。ちょっと怖いなこれ。はい、というかね、ちょっとね、ついついちょっと様子見しちゃったんですけども、まあね、ここにした理由っていうのは、まあ、まあ、法の都合上ですね、法の都合上、会の都合上、ここのがね、ちょっとね、いろいろと都合がいいんでね、ここに置かせてもらってます。でちなみに、ダンドスロークと、こんな感じになります。こんな感じです。いや、まあまあ、置けるんで、まあ、ね、まあちょっとね、様子をね、ちょっとね、見ながら、ちょっとね、ここら辺は慎重にね、いろいろ変えていきたいと思います。まあ、おそらくは大丈夫でしょう。あ、もう潜るのやめてくれたらよかったよかった。はい、というわけでね、今回の動画はここまでにしたいと思います。今後ね、この子の成長気になる方、ぜひいらっしゃいましたらね、
チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。大丈夫かおい。ちょっとね、この後ちょっとついておきたいと思います。それではバイバーイ。